こんにちは、チョメです。そういえばね、ドラクエ11でね、武器って買ってなかったわ。これちょっと買おう。はい。なんかね、作るゲームかと思ってたわ。あ、持てない？じゃあ、どれかと移動させるか。はい。172になった。だからね、結構ね、あるんですよね。で、しかも防具も見たらですね。太っ腹。2000ゴールド以上。初めて買ったからね。ほらほら、守備力もボロボロでした。こんな感じで。三河足の服で70とか上がる。どうりですごく食らうわけだ。この辺もちょっと変えたら買おうかな。鋼の鎧が作れるからええけどね。まあ、ちょっとこれでボス行って勝てんかったら防具を買ってみよう。こんにちは、チョメです。ローは癒しの雨と復活の杖が使えます。で、シルビアはハッスルダンスも使えるようにしました。でも今回はこれ、バイシオン使います。バイシオン。あるかな？あった。チョメ。で、チョメも武器を買いましたからね。我に返った。マジで。攻撃戦は良かったかな、まだ。防御で待っとけばよかったかもしれない。まあ、こんな感じでやっていきます。で、これで、作戦で作戦がマルティナとローはバッチリ。シルビアはもう一回バイシオン使いたい。で、これでちょっと何歩食らうかやってみよう。はい。回復が2人にするかもしれん。かばったか。投げ払い。それするんか、マルティナは。頼む、主人公は死なないでくれ。そっち行くんかい。守ってるからか。160強いね。ベホイムも覚えました。オッケーオッケー。シルビア、いざとなったらハッスルダンスができますね。で、入れ替え。ちょっとシルビアと、カメュにします。で、連携。このね、カメュのね、火エンジンっていうのが強いからね。まあ、正面はこれだね。渾身切りずっとやる。さあ、リベンジや。かばってるか、今度は右足が。マルティナ役に立たんな。マルティナ変えるか。237。強いね、ほんと。武器変えただけですごい強くなった。まあ、ハッスルダンスもあるんだけど、ちょっとマルティナ入れ替えるわ。ちょっと制限にするわ。でも、チョメだけが攻撃するって感じでやっていきましょう。じゃあ、カットカット。こんな感じでね。よっけ、クラゲン一体になったぜ。これ余裕でしょ。何歩食らう？ 225。いいね。最初から武器買っとけばよかったわ。この癒しの雨も強いからね。繊維はちょっとスクルトでも使っとくか。あ、そうそう。神弱いわ。おい、お前ら、やめろ。オッケー。まあ、マルティナもええわ、それで。渾身切り。ドルマ。59。効かんよな、やっぱり。聖女を覚えたんですよね、そう、聖女。聖女もちょっと使っとこう、ちょめにね。で、これ見て。妖精たちのポルカがあった。これちょっと使ってみます。これ旅芸人が使えるやつだね。ドラクエ10で。あー、かわいい。今回は負けんぞ。てか主人公強くなったな、ほんと。武器変えただけで。渾身切り。188。やめて、寝ないで。寝ちゃった、くっそ。仲間呼ぶ。うっそ、復活すんのこれ。マジか。予想外だった。うわ、これが厄介なんだよ、そういえば。足があったらこれが厄介なんだよな。目覚ましたか。そっちも攻撃するか。何も起こらないよな。よし、もうハッスルダンス使ってもええかもしれんな、シルビアは。渾身切り。倒した。余裕でしたね。戦い方を変えたりとか武器を変えればね、全然違うわ。ずっと鉄の体験でやってたからね。このドラクエ11ね、作るゲームかと思ってたわ。で、レベルも上げていったら結構楽になりました。なるほど。お金を稼いで、
やっぱり武器を買っていくっていうのがやっぱり本来のドラクエですね。メラミンも覚えた。ハッスルダンス使う暇なかったな。次回見せるか。後でやります。ぷっぷぎ、もしかして仲間になるか。しゃー初戦は大敗だったけどな。どんな実況になってるかな。グッバイよ暴れん坊さん。外の海までよく来たね。うんやー、どこの誰だかわかんねえが助かった。海に落ちた村の衆もみんな無事さ。あんたらのおかげでさ、ありがとね。レイと言っちゃなんだがね、今夜村で化け物以下の討伐修復会をするさ。ぜひ参加してほしいさ。村の女たちがうめえごちそうをたーんとこしらえて待ってるさ。さあさあ一緒に村へ帰るさ。いやー、イカって美味しいよな。イカじゃないか。寿司屋行ったら絶対イカは頼んでしまう。あ、祝福になってる。お、みんなおる。みんなおるけど、私はあのピンクのところに行きます。寝てる酔っ払いが。わー、こう通れんのか、くそ。こっちからかな。はい。ちょめ、ずっとかぶってるね、ほんと。機内を探すのでしょ？私も手伝うわ。ベロニカだ。あら、ベロニカじゃない。そんなところで何してるの？宴会の席に子供はいちゃダメだって酒場に入れてくれないのよ。どいつもこいつも頭が硬いんだから。二人とも機内を探すんでしょ？私暇してるの。一緒に行くわ。まあね。寝なさいって言われるんだろうね。どこにおるんだろう。機内を一人で桟橋に行った。なるほどね。桟橋ってどこにあったっけ？こんにちは。この人が機内だった。はい。やべえ、録画してない最初の方。ちょっとね、いろんな人に話しかけて探してたんですよ。すまないが、全く身に覚えない話だ。他を当たってくれ。え？しばらくれるんじゃないわよ。なぎ、村の機内って言えば、あんたしかいないじゃん。まさか、今更人魚との結婚が嫌になったとか言う気じゃないでしょうね。おい、お嬢ちゃん。この村では人魚人魚と気安く言わん方がいい。違う機内だったか？あんたらが探してる機内ってのは、俺の祖父、機内ゆきのことだ。あんたらは人魚の呪いを知ってるか？知りません。この村に残る伝承だ。村一番の漁師と言われた男が人魚に魂を食われ、人が変わってしまった。いいなずけを捨て、人魚と結婚しようとした漁師は村長の怒りに触れ、村の外れのしじま、そうそうそう、紙芝居でやったね。その話ならあんたのお母さんに聞いたわ。でもあんな作り話、今は関係ないでしょ。ロミアはあんたを待ってるの。その作り話に出てくる村一番の漁師が、俺の祖父、機内ユキのことだと言ったら、あの話はな、50年ほど前に、この村で実際に起きたことだ。教えてやる、あの話の続きを。漁師が村を追われて10年も経った頃だ。祖父の言い名付けだった女、ダナドラは別の男と結婚し、子供を授かった。あ、ある意味幸せになったんだ。人魚の呪いも祖父のことも人々の記憶から薄れていった。そんなある日のことだ。もしかして人魚が生まれた？村の漁船が大嵐に巻き込まれた。祖父の時と同じ、いや、それ以上のひどい嵐だったと聞く。その大嵐でたまたま船に乗り合わせていた村長とダナトラの夫が死んだんだ。それから後を追うようにダナトラと、その子供も行方不明になった。村人たちは噂した。機内行きを手に入れられなかった人魚の呪いに違いないと。まあでも自分も悪いことが起きた呪いってあるかもな。村人たちは機内を取り出さそうと手に松明を取り、しじまが浜の小屋に押しかけた。その時彼らが見たのは信じられない光景だった。一人でいるはずの祖父がずぶ濡れの赤ん坊を抱えてぼーっと立ってたらしい。怖いな、この赤ん坊がもしかして。村人たちはその赤ん坊を人魚の子だと恐れ、一層祖父を避けて暮らすようになったというわけだ。じゃあ、あんたのお母さん人魚の子なの？それならあんたも人魚の。
バカを言うな、俺の母は人間だ。運命に捨てられていた赤ん坊を祖父が引き取って育てたんだ。人魚の子などバカらしい。村の奴らが好き勝手に噂しているだけだ。いい機会だ。人魚が祖父を待っているというのなら、そいつに渡してほしいものがある。村の反対側にあるシジマガ浜に来てくれ。教会の裏の扉を通ればすぐに着く。扉の鍵は開けておくからな。あ、やっと入れるね、あそこ。じゃあちょっと行ってみようか。いや、すごく気になるから、もうすぐ行くよ。あ、ピンクのやつがあるけど、ちょっと話しかけていく。多分、あ、この人でなかった。この人、あ、この人でもなかった。あ、もういっか。セイニャちゃんだったね。教会行かれましたわってね、こんな感じで、途中で始めてるのもね、わかるようになってますからね。よし、教会行こう。セーブもちょうどしよっかな。ちょっと下っちゃったわ。こういうこともあるさ。はい。はい、セーブしたので、やっていきます。お、開いた、開いた。あ、この辺もちょっと調べとけばよかった、先に。気になっちゃった。はい。何もないよね。わ、この辺とかも調べたくなるんですよね、私。小さなメダルを手に入れた。お墓がいっぱいある。あ、この辺もちょっと拾っていくね。すまないな。赤い珊瑚を手に入れた。まあ、復活するんですけどね。よし、この上かな。なんか取りたくなるよね、いろいろ。どっちにいるんだろう。こっちじゃないか。小屋の中かな。ここに住んでんだ。このベールは俺の祖父が残したものだ。母が言うには祖父が死のとこに握りしめたらしものらしい。神々だ。俺はどうしても捨てられなかった。あんたの話が本当なら、その人魚に渡して、機内ユキは死んだと伝えてくれ。チョメは約束のベールを手に入れた。さっきは取り乱してすまなかった。俺たち家族がこの村で暮らしていくのは楽なことじゃない。俺の母は祖父が死んでからやっと村の男と結婚できた。後ろ指さすやつもいたろうに。今じゃそれをネタに紙芝居なんて読んで。ああ、なるほどね。小遣い稼ぎしてるんだ。強い人だろう。俺は人魚は憎い。俺の子孫にはもう人魚の呪いで蔑まされるような人生を送ってほしくはない。ようやく俺も船に乗れるようになったんだ。悪いがこれ以上過去の呪いを蒸し返さないでくれ。村八部とかになっちゃうもんな、こういう村やったら。何があるんだろう。鍵がかかってた。はい。お帰りなさい。随分とお戻りが遅いから私とっても心配していましたわ。もしかしてあなた方や機内の目に何かあったんじゃないかって不安で祈りを歌をずっと歌っていたの。逃げたって思わないのかな。ってごめんなさいね、長旅でお疲れなのに私ったら。それでどうだったのかしら。機内は元気でしたか。私を迎えに来てくれる。はい。あ、間違えた。なんでいい絵がデフォルトなんだ。機内が死んだ。チョメさん何を言ってるの。いやよ、そんなことってないわ。これ言っちゃあかんかったやつかも。あら、チョメさん、その手に持っているものは何ですか。チョメはロミアに約束のベールを渡した。え、あの人が、機内が、このベールを握って死んでいった?嘘よ。だって、あの人は必ず迎えに来ると約束してくれたもの。ごめんなさい、チョメさん。私は彼の死をこの目で確かめるまで、とても信じられない。あなたが会ったという機内に会わせてください。私を、村に連れて行って。チョメさんは私に構わず船を出してください。私は後からついていきます。あ、行くことになっちゃったか。マジか。じゃあ、ルーラで行くか。人魚もルーラで来れるかな。じゃあ、行ってみましょう。はい。あ、ダメなんだ、これ。じゃあ、船で行くしかないのか。じゃあ、ちょっと待ってよ。頑張って行くか。ルミア姉さんをなぎなま村に釣り、はい。よし、来た。足に任せておくでかす。チョメたちは人目を避けるため、シジマガ村、移動した。ここなら人が来ないようですから、私はここで機内を待っています。何度もわがまま言ってごめんなさい。機内を連れてきてください。どうかお願いします。しょうがないな。機内の家に来ましたよ。あのベールを人魚に渡してくれたか、渡しました。そうか、ベールを渡してくれたんだな。本当にありがとう。嫌なためのことをして悪かったな。
お礼に俺かできることはないか、簡単な雑用でも船の修理でも何でもやってやるぞ。え、シジマが浜村に来てほしい、変わったやつだな、あそこには何もありゃしないぞ。まあそんなことでお前の気が済むならいいだろう、早速行くとしよう。よし、じゃあ戻るぞ。連れてきましたよ。こんなところに連れてきて一体何だってんだ。機内、機内なの？ああ、俺が機内だが。初めて見るのかな、人形。綺麗だね。そんな人魚、本物なのか？あなた、機内じゃないわ。あんたが探しているのは俺の祖父だ。あの人はもういない。ここで死んだ。かわいそうに。機内はこんな寂しいところで一人ぼっちで死んでいった。人魚は500年の時を生きる。人間の一生は私たち人魚にとって一瞬であることを忘れていたわ。あれからそんなにも時が過ぎていたのね。チョメさん、最後まで私のわがままに付き合ってくれて本当にありがとう。お礼の品は白の入り江に置いておきました。直接渡せなくてごめんなさいね。私もう行くわ。立ち直ってほしいな。歌ってる。悲しげな人魚の歌が志島ヶ浜に響き渡った。あ、人間になった。え、人間になってどうやって生きていくんだろう。ずっと待っていたわ。手は同じなのね。機内と同じ手をしているのね。陸に上がった人魚は泡となり消える。それが人魚の掟。最後に機内と会えてよかった。あー、マジか。もし私が人間だったなら機内と共に生きられたのかしら。さようなら。なんかすごいバッドエンドだったわ。選択肢間違っちゃったかな。連打しちゃったんだよね。あの姿どこかで見たことがある。あれは確か祖父の小屋に。何があるの。ちょ行くか、祖父の小屋。急いで入れるんかな。ちょっと早く入る、早く。あ、これか。わあ、綺麗だ。絵の才能もあったんだね。これは手紙。なんで今まで見つけられんかったんだろう。マルティナが一回で見つけちゃったよ。祖父の手紙だ。愛する人へ。君に助けられたあの日、嵐の日から君を迎えに行くことだけを支えに生きてきた。それももう終わりとしようと思う。すまない、俺は約束を守れそうにない。あれは俺が村を追われて数年後のことだ。ひどい大嵐でたくさんの人が死んだ。村長とダナトラの夫も犠牲になった。その数日後、シジマガ浜の崖の上に赤ん坊を抱いて立っている女がいたんだ。その女はかつての許嫁ダナトラだった。
ダナトラは生きる希望を失っていた。大きな悲しみを抱えた彼女に俺の声は届かなかった。彼女は俺の前で海に飛び込んだんだ。俺は二人とも助けようとした。だが救えたのは赤ん坊だけだ。機内。体は本当にもういいのね。あ、ロミアのおかげだ。もうすっかり元気だよ。機内、私はいつでもここであなたを待ってるわ。でもずっと待ってるってすごいね、これで。何年も何百年も。何十年もか。何百年は言い過ぎたけど。お、おぎゃー。おぎゃー。この子には俺が必要だ。すまないロミア、俺は俺だけ幸せになるなんてできない。ああ、子供を育てることを選んだんだ。人魚の呪いの言い伝えは、俺のように愚かな人間が二度と出てくることのないように忌まわしとして村に残した。君の仲間を貶めるような皆の言葉を許してほしい。なるほど、そういうことがあったのか。君はまだあの入り江で俺を待っているだろうか。俺はもう君を迎えに行く資格がない。だがこれだけは信じてほしい。君を愛している。いい話なんだけど、終わり方がなんか切ないよな。今までのプレイを許してくれ。ロミアに会わせてくれてありがとう。今ならじいさんの気持ちがわかる。恋をしてしまいそうだった。宝箱ってこれかな。マーメイドハープを手に入れた。これ船に乗った時に使えば潜れる感じかな。宝箱には手紙が入っている。チョメは手紙を取り出し読み始めた。チョメさんへ、あなたがこの手紙を読んでいるということは、私の身に何かが起きたのでしょうね。最後まで迷惑をかけてごめんなさい。チョメさんは私が知る人間の中で機内の次に優しい人です。お約束通り、あなたを海底へお連れします。手紙と一緒に入れたマーメイドハープがあなたを未知なる世界へ導くでしょう。ソルチャ運河を抜け、内海の中心にそびえる光の柱でハープを使ってください。あ、なんかあったね、光の柱。女王様によろしくお伝えください。本当にありがとうございました。ロミアより、あ、チェックマークがついたね。では次回ちょっとやっていきますね。最後までご視聴ありがとうございました。実況者はチョメでした。じゃあね。バイバイ。ありがとう。失礼します。チョメです。これでハイにしてみたらどうなるんだろう。はい、風速つく。よかった。機内が私に？あ、でもこれはこれでずっと死ぬまで待たしてしまうんか。ああ、似合う似合う。命が長く伸びただけか。これはこれで辛いよな、ずっと。それにしても、綺麗ったら自分でベールを渡しに来ないなんて恥ずかしがり屋にも程があるわ。
真面目でお人よし、いつでも人のことばかり。でもそんな機内だから私好きになったのよ。きっと遠い海で最後の漁をしているのね。村のみんなに頼まれてなかなか船を出さずにいるのね。チョメさんありがとう。私は世界一幸せな人魚ね。約束通り海底王国にお連れします。あ、こっちだと手渡しになるんだ。マーメイドハープを手に入れた。で、これで一生待ち続けるという人生に入ってしまうのか。海にそびえる光の柱でそれを使えば。あ、これはもう手紙で読んだからちょっと省略するけどね。いつまでも私は機内を待ってるって。これでよかったんかな。いや、やっぱり最初の方がいいな。切ないけど、成仏して生まれ変わるかもしれんからね。ロミアはずっと待ち続けるのかな。機内行きと同じように一人ぼっちで。君がしたこと間違いではないわ。彼女が真実をすればもっと悪いことが起こる。もっと悪いことが起こるけど、これは生き地獄だぞ。生きるには心の支えが必要。たとえそれがどんな形であっても生きることはできるけど。いや、なんか悲しい。こっちの方が。おまけパートでした。